はい、こんにちは、入江くんです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。リバース1999やっていきましょう。今メラニアピックアップガチャが来てるんですが、皆さんもうガチャは引かれましたかね？あ、引いた。君も引いた。結構引かれてる方多いんですね。ちなみにメラニアは何凸までさせました？無凸？いやいやいや、そういう冗談はいいから。3凸？4凸？え、本当に無凸なの？マジか。わかりました。じゃあ今日は大事なお話ししましょうか。はい、ということでして、今日は無凸だと今一になっちゃうキャラ参戦を紹介したいと思います。おい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 と、サムネには激弱になるって書いてあるのに、いまいちってなんか違くない？いやいやいや、違わないよ。だいたい似た表現なんだから。ですので、僕が今から紹介するキャラを育成してる方、って思わないでね。大丈夫ですから。凸をするとかなり強くなるって意味ですからね。そのかなり強くなったキャラから比べると激弱かなという感じです。はい、皆さんの育成してるキャラ出てくるかな。はい、1体目はこちらです。はい、メラニアさんです。え、これ無凸ダメなの？ダメですよ、全然違いますからね。はい、それでは凸のところを見ていきましょうか。まず1凸はですね、ただアルティメットの威力が変わるだけですね。もちろんメラニアはメインアタッカーなので、アルティメットの威力は大事なんですが、まあまあまあこれぐらいだとね、無凸と1凸はそこまで変わらないという感じです。はい、そして大事な2凸なんですが、アルティメットね、おかしな目撃証言が追加で自身に怪盗マスターを1スタック付与する。これがめちゃくちゃ大事なんです。いやいや、1スタックぐらいどうでもよくないかと。いいわけないでしょ。メラニアの存在価値はこの怪盗マスターが全てと言っても過言ではないレベルかもしれないレベルなんだから。この怪盗マスターを持ってスキルを打つと MP が1増えるんですよね。ですのでアルティメットの回転効率がめちゃくちゃ上がります。できる限りね、2凸にした方がいいと思います。で、今やってるメラニアピックアップガチャは今日で終わりなんですが、次メラニアをゲットできるチャンスがいつ来るか知ってます？日本版ももうこれ発表してるんですかね。公式に書いてあるかちょっとわかんないんですが、中国版ではバージョン 1.4 で工場ガチャにメラニアとピクルスが追加されます。ですので富裕層の方でメラニアを本気で活用したい方は、この動画を見た後もうすぐだよ、もう数時間しかガチャ期間ないから、それで頑張ってね、2凸にしてみてはいかがでしょうか。じゃあ無凸のメラニアってもう使い物にならない？いやいやいや、そんなことないから。入江くんのメラニアも無凸だからね。無凸のメラニアはもちろん2凸のメラニアに比べたら激弱かもしれないけど、一般的には強いからね、メラニア無凸でもね。ちょっと話変わるんですが、皆さんいろいろソシャゲやられてますよね。ソシャゲのこういうゲームの凸って、まあゲームによるんですが、貫凸してからがスタートとかいうゲームありますからね。あるでしょう、そういうゲーム。貫凸しないと、なんていうの、上限レベルが上がらないから使い物にならないとかね、そういうゲームありますよね。まあ貫凸じゃなくても、結構高凸ね、まあ、5凸とか6凸とかしないとちょっと上限レベルが、低くて使い物にならないとかいうゲーム結構ありますよね。けど僕たちがプレイしてるリバース1999はそういうゲームじゃないから。簡単に言いますと、このゲームは無凸でも全然使い物になるというか、全然強いです。もちろんね、ソシャゲなので課金者優遇は当たり前で、凸した方がこのゲームでもね全然強いんですが、他ゲームと比べるとその差は全然広くないです。無凸の星6でもね全然使えますので、無課金とか、超微課金にとても優遇されたゲームだと僕は個人的にね思います。ですのでメラニア無凸でもね、この先全然使えますので、頑張ってね育成していきましょう。1体目はメラニアでした。はい、2体目はなんと騎馬戦来た。これちょっと騎馬戦ね、ここに入れるか迷ったんですよね。その理由が、
騎馬戦は無凸でも全然強いから、かなり強いからけど、この騎馬戦も凸することによってもう2ランク3ランク強くなりますので、ここに入れました。はい、この騎馬戦というのは乳牙、父騎馬、日本名なんてなるか分かりませんよ。この乳牙を5個集めるんですよね。そして5個溜まったらラウンド開始時に敵全体のクリティカル耐性とクリティカル防御力を低下させます。それによってこちらのパーティーの余ダメージが上がります。はい、そして凸のところを見ていくんですが、凸2ですね、この乳牙を5個使って発動するクリティカル耐性とクリティカル防御力の低下デバフ、これが1ラウンド延長されます。はい、これによってね、こっちの総合余ダメージが高くなるということです。これね、最初にも言ったんですが、凸2じゃないとダメということではなくて、凸2だとねめちゃくちゃ強くなりますよ。めちゃくちゃ強くなります。無凸とね結構差があると思うんですが、やっぱり騎馬戦自体がめちゃくちゃ強いから、無凸だとね波のキャラになるかといったらそうでもない。無凸だとしても一番強いレベルのキャラだと思います。ですのでピクルスの後に次騎馬戦がピックアップ来ると思うんですが、無課金の方でもね、できる限りこの騎馬戦は引いてくださいね。で、結構課金できる方は2凸をね目安にしてみてはいかがでしょうか。はい、3人目はチャーリーです。このチャーリーは最初のメラニアと騎馬戦とは全然比べ物になりません。はっきり言って凸しないと使い物にならないとまでは言わないんですが、凸しないともうこのチャーリーを使う意味がないぐらいね差が大きいキャラとなっております。はい、入江君ね、これ凸2なんですよね。で、条件が凸3です。嵐を授けようの追加メンタルダメージの発動条件が自身のヒットポイント 80% 以下に変わる。はい、チャーリーは洞察3にすると自分のヒットポイントが 50% 以上で余ダメージが上がります。で、この凸3と絡めると自分のヒットポイントを 50% 以上、ヒットポイント 80% 以下にするとめちゃくちゃ余ダメージが上がるんですよね。まあ、ヒットポイント管理がね非常に難しいキャラですよね。凸3にしないとね、この 50% 以上を 80% 以下の縛りがなくなって、あまり余ダメージの出ないただのキャラになっちゃいます。で、無凸とか1凸で使われてる方いると思うんですが、チャーリー星5だからワンチャンねポンポンポンと行く可能性ありますからね。で、ちなみにバージョン 1.4 ぐらいだったと思います、星5のキャラ選択権が来ます。まあそこでね、最低チャーリーは1凸できるということをね覚えておいてください。バージョン 1.3 ぐらいで急にチャーリー3凸したくなってね、すり抜け狙ってお金ジャブジャブ入れてね、凸しなくても大丈夫ということです。はい、ということでして、凸しないと激弱になっちゃう3人紹介したんですが、まあ凸するとかなり強くなるので、そこからね無凸を見ると激弱ですが、特にメラニア騎馬戦とか無凸でも全然強いですからね、あまり気にしないようにしてくださいよ。やっぱり好きなキャラをね使ってるのがもう一番楽しいんですから。はい、ということで、これからもね皆さんの参考になる、参考になる、ならない、なりますよ。何言ってるんですか。なりますよね。ありがとうございます。これからもね、参考になるような動画を作っていきたいと思います。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、X、Twitter、入江くん8、@入江くん8のフォローをお願いいたします。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。